どうもこんにちは、しゅんじです。今日はかっこいい車が4台も入ったトミカフェラーリセットを見ていきたいと思います。中にはね、こちらの4台が入ってるんですけど、かなりカラフルでしかもかっこいいっていうね。ここはね、こんな感じ。あ、いいですね、このフェラーリセットって書いてるこの文字普通だけどかっこよく見える。はい、くるくるっと回すとこんな感じで、後ろにはラインナップ書いてますね。こんな感じです。では箱から出してね、見ていきたいと思います。よいしょ、じゃじゃーん。袋の上からでもね、かなりかっこいいですねこれやばい赤色いいな。で、青色か。あー、いいですねこれも。あ、かなりいい。ヘッドライトのクリアパーツかっこいい。で、これが白色ですね。あ、後ろから見てもいいですねこれ。さすがフェラーリ、後ろから見てもかっこいい。で、ラストのやつが黄色ですね。あ、可愛らしい感じになってる。はい、出てきました。早速ね、見ていきたいと思います。まず1台目、488スパイダーから見ていきたいと思います。カラー名がブルーツールドフランスになってます。はい、くるくるっと回すとこんな感じで、フロントね、ヘッドライトがクリアパーツになってて、このライトの形ね、僕大好き。で、ここにはフェラーリのエンブレム貼ってる。あれ、なんかね、塗装がちょっとおかしい気がするな。気のせいかな。ツヤ感があんまりない。はい、横こんな感じですね。ホイールはスポーツタイプのホイールになってて、メッキがくるっと一周巻かれてますね。かっこいい。あと、フェンダーのところにはフェラーリのエンブレムが貼ってあります。丸いテールでね、僕このテールも好きですね。で、これね、クリアパーツでできてていいんですよ。赤色のクリアパーツかな。で、羽馬のね、エンブレムが貼ってありますね。この辺のね、細かい作りが本当にいい。ただね、これ塗装黒色はみ出てんのかな、これ。この辺、なんだろう、この車だけかな。ちょっと塗装悪いですね。テールの横ら辺の艶消しの黒色なんかはね、かっこいいんですけど、これはみ出ちゃってる。もったいない。はい、反対側のサイドこんな感じですね。フューエルリッドがあって、あ、なんだろう、これ、ここ黄色いのついてる。なんでだ、なんでだ。この車なんだろう、塗装ミス多いな。はい、上から見るとこんな感じですね。オープンカーになってて、中がね、よく見えるようになってますね。左ハンドルで、中は真っ黒けっけですね。アクションにサスペンション機能がついてます。これね、下に置いたらわかるんですけど、本当に車高低い。車高低くてかっこいいですねこれ。で、ちょっとね、塗装が失敗しちゃってるところもあるけど、このボンネットの作りとかがすっごいね、ボディラインの作りがね、すっごい綺麗ですね。いや、本当にかっこいい。結構リアルに作られてるなっていう気がします。次はラフェラーリ、カラー名はジャッロモデナを見ていきます。こんな感じ、すごいね、可愛らしい優しい感じの色になってますね。フロントヘッドライトがクリアパーツになってて、これもね、すごいボンネットの形が独特ですね。ダクトみたいなのがついてて、あと見えにくいんですけど、ここにね、フェラーリのエンブレム貼ってありますね、ちゃんと。これがないと始まんないですからね。で、ちょっと変わったバンパーの形になってて、横はこんな感じ。ホイールはスポーツタイプでさっきと同じですね。で、ドアのところにフェラーリのエンブレムが貼ってあります。このフロントドアとね、クォーターのところの、この形がちょっといかついですね。かなりかっこいい。で、後ろ、テールは赤色のクリアパーツになってて、で、真ん中にドドンと、羽馬のエンブレムがね、貼ってありますね。で、ここにはね、フェラーリって、ローマ字が書いてます。で、くるくるっと回して反対側のサイドこんな感じで、上から見るとこちら、ルーフのところは真っ黒になってますね。この後ろのガラスね、これちょっと変わった形になってて、ここからね、エンジンが見えるんですよね。これがかっこいいんですよね。いいなこれアクションにサスペンション機能がついてます。ボディラインはかなりいかつい感じになってるんですけど、なんかおしゃれな感じに見えますよね。うん、なんかすごい可愛い。次は 488GTB、 カラー名がビアンコアビスですね。綺麗な白色のソリッドですね。フロントヘッドライトがクリアパーツで、ここにはエンブレムですね。で、フロントバンパーの形がさっきのラフェラーリと比べるとこんな感じ。ちょっとね、スポーティーさで言うとラフェラーリの方がやっぱりなんかある気がする。なんかこっちの方がちょっとおしゃれな感じには見える。で、くるくるっと回して、ホイールはスポーツタイプのホイールになってて、さっきまでご紹介したのと同じですね。
で、フェンダーのところに、フェラーリのエンブレムが貼ってあります。で、ドアとクォーターのこの辺の形、この辺もね、すごい、細かい作りになってて、かっこいい。すごいこのライン綺麗に作られてますね。かっこいい。で、後ろはこんな感じ。テールは赤色のクリアパーツになってて、で、シルバーでフェラーリのエンブレムが、書いてますね。で、くるくるっと回して、反対側はこんな感じ。反対側にはフュエルリッドがついてて、上から見るとこんな感じ。さっきの、ラフェラーリよりかは、後ろがね、エンジンルームがよく見えるようになってますね。ガラスが大きいんですよね。またこれもいいんですよ。で、ここにフェラーリってローマ字で書いてる。ドアにクォーターとかね、このプレスされてるところのラインなんか、よくできてるなって思ってたんですけど、このルーフ、このちょっとしたところなんかもちゃんとね、プレスのラインが入っててね、すごいんですよね。細かい作りに本当になっててかっこいいです。アクションにサスペンション機能がついてます。 488GTB、 このね、カラー白色、街中でね、走ってたらね、かっこよさそう。なんかサーキットとかよりも、なんか街中の方がなんか似合う気がしますね。かっこいい。で、最後に持ってきました。ラフェラーリアペルタ。カラメはロッソコルサですね。くるくるっと回すと、こんな感じ。うわぁ、やっぱり赤色いいですね。赤色好きです。フロントいいですね。スポーティーだ。ヘッドライトはね、クリアパーツになってて、で、フェラーリのエンブレムありますね。赤色なんでね、この黄色のね、エンブレムがまた目立つんですよね。いいですね。この辺のラインの作りなんかもう最高です。かっこいい。はい、横はこんな感じで、ドアのところにフェラーリのエンブレムがあって、ホイールはスポーツタイプですね。この辺の、ドアにクォーター。すごい、このエグいぐらいのね。エグいぐらいのこのラインね。すごいですね、これ。水溜まっちゃいそう、ここ。はい、くるくるっと回して、後ろこんな感じで、テールは赤色のクリアパーツになってて、で、ここにね、フェラーリのエンブレム貼ってありますね。いいですね。はい、くるっと回して、反対側のサイドこんな感じで、うわ、ここ何回見ても、ここすごいっすよね。なんか乗っちゃいそう。はい、上から見るとこんな感じ。オープンカーになってるんで、中がよく見えるようになってますね。このダッシュのこのメーターのところとかなんかもよくできてる。で、後ろのエンジンですね、はさっきの黄色のね、ラフェラーリと同じような感じになってて、中が見えるようになってますね。いや、上から見るとわかるんですけど、本当にね、細かいところのこのプレスのラインとか、本当によくできてて、あとこれダクトもついてて、かなり細かいですよね。で、アクションにサスペンション機能がついてまーす。わー、すっごい。やっぱりね、赤色かっこいいですね。いや、好きですね。白色とかも僕大好きなんですけど、やっぱり赤かなってこれを見て思っちゃいました。はい、今回は文句なしにかっこよかった、こちらトミカフェラーリセット4台ご紹介しました。いや、かなりね、気合の入った作りになってるなって思いましたね。これね、去年発売されたやつなんですけど、去年はね、本当にフェラーリがかなりいっぱい出たと思うんですよね。今年もね、いっぱい出てくるのか気になりますよね。で、どんどんね、クオリティも上がっていってるんで、いや、これかなり楽しみです。またね、皆さん、どのカラーが好きなのかね、よかったらコメント欄にね、書いてもらえたらなって思います。それでは今回はこの辺で、よろしかったらコメント、評価、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃ、またね、バイバーイ。